内田優馬ハトタブス。 Yeah 3, 2, 1。 姉さんがキャスケットをかぶったというとんでもない事件がありまして、もう間違いなく誰も信じてないと思うんですよ。内田真彩がキャスケットを認めたなんて誰もこれがファンタジーの世界だったら、あいつ絶対何かあるぞって言われる、絶対思われるタイプのこう出来事だと思うんですけど、なんでキャスケット被ったんですかね。僕もまだその話姉さんとしてなくて、僕それだけはすごく気になるんですけど、ちょっと誰か知ってる人、もしくはその後の続報を知ってる人はちょっと僕に教えてください。よろしくお願いします。納得はしてないらしい。とんでもねえ情報入ってきたななんで被ってんだよめっちゃ面白いんだけどな。いやー、今年の誕生日プレゼントは、去年あげてないからキャスケットあげようかなせっかくだし